父さんは帰ってこないわ。ダラスでお仕事なの。かわいそうに、本当にひどくやられたわね。ゆっくり休んで治そう。ほら、これはスープとお粥よ。今どちらを食べたい？決めてくれ、私のために。頑固だな、ブラスコビッチ隊。そこも素敵。アーニャ、そっちは？いたわよ、キャロライン、こっち。ウィリアム、本当に無茶ばっかりして、絶対あなたを見捨てたりなんかしないからね。なんてこった、ショーが丸見えじゃないか。手でしっかり押さえるのよ。これはまずいぞ。ヘリに運ぶわよ。この世に生を授かり、使命を全うできた。すべきと言うか。お待て、離脱したわ。撃って。イエス、マダム。全く血が止まらんぞ。急げ。ネクサス。偉大なぬくもりが俺を洗い流す。タオルは。空が燃えているようだ。死んじゃダメ。キャロライン、どうしよう。抑えろ。顔が青いわ。お待て、核残り担架の用意よ。90秒後に到着する。私、神が俺を呼ぶ。ブラスコビッチ、入ってくれ、友よ。待たせて悪かった。Hermel Haevim de Vaughn. Segmelani Kotov. 見せたいものがあるの。おじい様の言いつけ。もし息子が生まれたら、これを渡すようにとね。これは婚約指輪なの。ずっと受け継がれてきたの。8代も前からね。なんだかすごいでしょ、ビリー。こういうのを家宝っていうの。もし特別な出会いがあったら、その子の指にはめてあげてね。とっても大切な指輪よ。お父さんに指輪のことは内緒よ。きっと取られちゃう。あんな人だから指輪のことは話してないの。ゾフィア。母さん、俺は許されたのか。善良な人間として天の光を見てもいいのか。お前なんぞに俺の苦しみが分かってたまるか。そんな、母さん、俺は地獄行きなのか。引っ張ってくれ、ボンバテ。腸の大部分を切除せにゃなら。絶対に助けて、お願い。頑張るのよ、ブラスコビッチ。あなたなら間違いなく大丈夫。この程度のこと必ず乗り越えられるはず。血が足りん。今すぐ血を集めるんだ。急げ。みんな、血を分けてくれ。いいか、病室の前に並ぶんだ。早く。そこを抑えろ。手元が暗い。長い。明かりをくれ。ここで静かにしているのよ。奴はここか。ゾフィア、そこをどけ。あの子は何も悪いことなんてしてないわ。ふざけんな。またあのガキと一緒にいたぞ。子供よ、友達なの。分かってないだけよ。薄汚い黒人のメスガキと関わるべきじゃねえことくらい分かるだろうが。あの子に手出しはさせない。もうこれ以上。お前なんぞに俺の苦しみが分かってたまるか。なあ、ゾフィア、毎日汗水流して働いてんのは俺なんだよ。必死になって西へ東へ駆けずり回って、恥を耐え忍んでなんとか商売を成り立たせてんだ。なのにあいつらまた一緒にいやがった。ポプラの木の下でイチャイチャしやがって。こんなことが許されるか。俺は懸命に働いてる。だがそれも台無しだ。それもこれもあのガキが黒人に色目を使ったせいでな。リップ、こんな生活はもう無理よ。私だって料理や掃除もしてるし、畑の世話だって。苦しいのは自分だけじゃないわ、リップ。父さんの助言通りにあんな商売やめるべきだったのよ。
全部滞納ばかり。光熱費すら3ヶ月払えてない。父さんが援助してくれたお金も全部使い切って。ずいぶん言ってくれたな、ゾフィア。一体何様のつもりだ。お前は誰に向かって口を聞いてるつもりなんだ。私が結婚したのはあんたじゃない。私が結婚したのは家族を飢えさせる男じゃない。だからお願い、子供に、もう子供に手出しはしないで。その生意気な口を聞けなくしてやろうか。このユダヤ人のクソ女め、何でもお見通しのつもりか。知ったような口を聞きやがって。お前と結婚したのはお前の親父を利用できると思ったからだ。なのにお前は余計な口出しばかりでただのお荷物。ろくに子供をしつけられないなら代わりにやってやる。来ないで。この恩知らずのクソ犬が。クローゼットに隠れてたか。顔を見るだけでムカつくぜ。こっちに来やがれ。ほら、もっと投げてみろ、臆病者。この下手くそ野郎が。お前は全く弱すぎるんだ。この先からかわれていじめられて、きっと泥を食わされる。それでいいと思ってんのか。自分の命すら守れねえ。命の奪い方を教えてよ。ゆっくり息を吸って、ブラスコビッチ。今は休息の時。もうすぐ戦況が大きく変わる。いよいよこちらの番よ。クライソーサークルが決起する。その時にはあなたの力が必要になるわ。動いてるの分かる？ベジー、夕飯だぞ。よし、いい子だ。よし、ベッシー、お前は本当にいい子だ。もうどこにも行けん、好きなだけ泣け。人生には難しい決断がつきものだ。時には野良犬に罰を与えにゃならん。やるかやられるかが弱肉強食の世界だ。下劣な魂と汚物まみれの肉体を持った害虫どもが俺たち白人から大切なもの全てを奪おうとする。だからそんなクズどもは自分で排除せねばならん。つまりお前がな。引き金に指をかけろ。そうだ、さあそいつを撃て。そいつを撃て。これだけは忘れないで。あなたには明るい未来が待ってるわ。誰だ？これは俺か？俺なのか？弱肉強食の世界。殺してやる。毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日からね、ウルフェンシュタイン、今日発売日、もう発売されてホヤホヤなんですけど、まあ、あの海外版はね、もうちょっと前からあったんですが、
日本語版、要は日本語吹き替え版がね、今日から配信されたということで、これはね、プレイステーション4でも出てるんですけど、こちらはね、PC 版ね、もちろん画質は最高設定。まあ、このゲームね、続編なんですけど、簡単に言えばね、ナチス、第二次世界大戦、ナチスが勝った後の世界、1960年代を描いてるんですよ。まあ、アメリカもね、完全にナチスに占領されて、まあ、暗黒の時代を送っている。でこのね、主人公ブラスコビッチさんはね、まあ、いわゆるレジスタンスなんですよ。この船はもう俺たちの故郷だ、返すものか。なんとかね、ナチスをぶっ潰してアメリカの独立をね、目論んでいるわけです、世界平和のためにね。まあ、あれだね、まあ、ナチスといえばもうね、悪の枢軸、もう悪者ですよ。だからね、ぶっ殺そうが何しようがね、まあ、ナチスだったら構いませんよね的なね、まあ、そんな風潮ありますよね。まあ、前作はね、デスヘッドっていう、まあ、大ボスがいて、それを倒したとこで終わったんですね。だけど主人公のブラスコビッチも、まあ、致命的な重傷を負って、まあ、そこでエンディングを迎えて、これがね、前作のもう直後からね始まって、もうブラスコビッチさんも車椅子生活をね余儀なくされているというわけです。なるほど、コンセプトアート、あー、なるほどね。で今ね、これ U ボートの中なのかな、とりあえず彼らは U ボートの中にね、ナチスから奪還した U ボートの中に潜んでいたんですけど、結局それが敵に見つかって今ね、侵略を受けている真っ最中というわけです。でブラスコビッチさんはね、こうやって車椅子からね、いやいやいや、全然強えな。今向かう、アーニャっていうのはね、ブラスコビッチさんの、恋人ですね。まあ前作見てない方はね、前作見てなくてもね、多分このストーリーはね、まあはっきり言って大雑把なんで理解できると思います。まあ、要はナチスに侵された世界をね、またこう取り戻すみたいな。もう相当ね、 U ボートね、ナチスの U ボートも相当でかいんですよ。これヘリがね、丸々こう稼働できますからね。年代はね、1961年というね設定らしいんですけどねこんな時代にこんなすごいもあったんだね。おーおーおーおお。まだちょっとごめんなさい、操作もね今日発売されたばっかで、で前作やったのかなり前なんで、ちょっと操作もね慣れてないんですよ。これはライフ、ライフですよね。でライフはね、最高50までしか上がらない。50が最大値で、それ以上はねオーバーチャージです。まあ、一応ね数値は上がるんだけど、どんどん減っていくみたいね。セットロスは仲間ですね、レジスタントスの仲間です。装置がちゃんと仕事をしてるからな。さあ来い。凝縮型マイクロウェーブエンターだ、便利な装置だ。ああ、久しぶりのセットロス。急げ急げ急げ。ああ、では戻すぞ。ポチポチポチっとな。3、2、1。さらばだクソ野郎ども。さてミスターブラスコビッチ、目を覚ましてくれて嬉しいが、できればベッドにいて。どこにいる。最後に見たとき、彼女はキャロラインと一緒に乗船場のエレベーターを防衛していた。じゃあそこにはどう行けばいい。ああ待て、君はこれまで5ヶ月間も寝ていたんだ。体だって壊れてる、わかるか。腎臓はボロボロだし、今のままじゃ小便もまともにできないだろうし、あっちの方も全く使い物にならない。そんな話はいい。とにかく、フランエンゲルだ。血まなこになってずっと君を探し続け、今日とうとうこの U ボートを見つけたわけだ。ナチスにこの船を攻撃され、多くの死人が出て、私も他の仲間たちとはぐれてしまった。俺は行く。いやダメだ、困らせないでくれ。セット教えてくれ。
乗船場のエレベーターはどこだ。君は困ったやつだ。本当に困ったやつだ。いいか、ここと乗船場のエレベーターの間はナチスだらけだ。だが、いくつか罠は仕掛けた。起動させる時間はなかったかな。さあ、これが地図だ。罠の場所に印をつけておいた。それで忌々しいファシストどもを片付けてくれ。よし、いいか、気をつけろ。できることなら死なないでいてくれよ。さあ、行け。はい、またここからね、ミッションモードですね。お前は狩りのつもりだろうか。乗船場のエレベーターに向かえ。これがマップね。ああ、まあちょっとね、ごめんなさい。俺がお前を狩ってやる。初見プレイなので、よくわからないんだよね。あそこに敵がいる。ヘッドショットで一撃？ OK。セットの罠を起動する。ああ、なるほどね。今起動したからやられたんだ。ってことは自分もやられちゃうから要注意だね。おお、気持ちいいな。おいおい、あ、ちなみに私 FPS はね超苦手なんで、エイムとかクソエイムで。どこにいるんだ。すいません。俺がそこに着くまで。もう50近いおっさんですからね。クソエイムなんですよ。でもね、ナチスは許せない。あれだよね、映画とか小説でもさ、ナチスっていうのは悪として描かなきゃいけないんだろうね。前なんかさ、麻生さんがね、財務大臣だからの麻生さんね、えなんかこうナチスをちょっとこう擁護するようなことを言って大炎上しましたよね。なんでもなんかヒトラーのね、ユダヤ人ホロコーストの動機は正しいみたいな発言してね。いや、なんでそんな発言するかなと思うんだよね。まあ確かにナチスもね、それは人間ですから、人間の集まりですからね、全てが悪って悪いってわけじゃないんですよ。実際このナチスのね、政策、取った政策でも今でもね、優れてるものあるんですよね。例えば女性政策とかさ、福祉政策とかね、まあ、結構ねそこら辺優れてる部分あるし、まあ彼らの行ったねホロコーストがね、まあ、全ての美点をね帳消しにしてしまったわけですけど、まあどんな美点だろうとね、ナチスを称賛したりね認めるような発言っていうのは今もね、まだまだね、戦後もう何十年も経ってるけど、まだまだタブーですよね。まあ、ヒトラーを人間として描くってこと自体もまだね許されないみたいな傾向が、風潮がありますよね。だからさ、ハリウッド映画なんかでもナチスっていうかヒトラーが出てくる時ってもう必ずね悪人として出てきますよ。映画でもそうね、映画もゲームもそうね。最近ナチスが出てくるゲーム増えてますけど、ナチスゾンビみたいなね、ゾンビアーマーだったっけ、あれもさ結局あららららら。いやー、自分からね今ね罠を踏んでしまったわけですね。またちょっとやり直しですけどね。あ、ナチスね、ヒトラー、まあ、ヒトラーを描くときはね要注意だね。まだなんて言うんだろう、ヒトラーっていうのはもう世界中の人たちにとってただひたすら悪人という認識なんですよ。例えばね、今おそらく世界中の人にアンケートを取ってね、歴史上最も悪い人物って誰って言ったら、多分ほとんどの人がねアドルフ・ヒトラー挙げると思うんだよね。でもさ、まあ、確かにヒトラー何人殺したのかよくわかんないけど、まあユダヤ人のホロコーストで数十万とか数百万ぐらい殺しちゃったのかな。だけどさ、歴史を振り返ると、例えば毛沢東とかね、スターリンとかもっと殺してるからね。毛沢東に至っては、毛沢東に至ってはね、もう何千万人とか、なんか1億人超えっていうなんか資料もあるらしいんですよ。ねえ、それと比べればヒトラーなんてお子ちゃまですよね。でもまあ中国のね共産党の力ですかね、ヒトラーを悪だとする風潮はないですよね。あ、ヒトラーじゃない、ごめんなさい、毛沢東を悪だとする風潮はないんですよね。
まあね、なんて言うんだろう、世間的にはヒトラーっていうのは絶対悪の象徴なんですね。だからヒトラーを認めたり、一人の人間としてね、敬意を向けるっていうことがね、どうもやっぱり許されないんですよ。そういう空気がまだまだね、世界では根強い。だからヒトラーイコール絶対悪、悪人であるってことはもはやね、お約束なんですよね。それはね、絶対覆すことができない、覆しちゃいけないんですよ。たとえ言ってることが正しくてもね、覆しちゃいけないんだね。麻生さんの発言だってまあ正直わからない部分はないんだけど、もうこのね、お約束を覆しちゃったからね。だからね、あれだけの批判を浴びるんだけど、麻生さんも麻生さんでそんなことね、多分分かりきってると思うんだけど、あの人はね、あえて炎上させるのが好きなのかな。もう絶対的なああいう自分自身が権力者だと思ってるから、そういった発言をすることでね、世間がね、どのような反応するかっていうのをね、もしかしたら楽しんでるのかもしれないですね。でもね、毛沢東とかスターリンの方がね、人いっぱい殺してるからさ、なんかヒトラーちょっとかわいそうっちゃかわいそうですよね。なんていうと、これもまた炎上してしまうのかな。あ、こっから登っていくのか。あ、こうやっていくのか。ずいぶんちょっとね、悩んでしまいましたけど。はい。お、敵いるぞ。久しぶりの敵だぜ。ナチスナチス。オッケー。やっぱずっとこの手のゲームはね、プレステで今までやってきたんですけど、パソコン版実は今これね、 Xbox のコントローラーとプラスマウスを使ってるのね。僕どうもキーボード操作はね、ちょっとうまくできないんでね。ただエイムはやっぱりマウスの方がね、圧倒的にやりやすいですね。コントローラーはね、なかなかちょっとやっぱりオートエイムがついてないとね、やりにくいんですけど、これオートエイムついてんのかな。まだね、設定確認してないんで、また後で確認してみます。これそちらから行けばいいんだね。すげえな、ブラスコビッチさん、車椅子ですよ。っていうか車椅子の一人、男一人を仕留められない重装備のナチスの人たち。あ、またやっちゃった。さあどんどんね、次へ次、前へとね進めていきます。どうやっていくんだ、ここからね、登ればいい。おお、さっきここでやられちゃったからな。一回これを無効化しないといけないわけだ。ブラスコビッチさんね、ちょっとほんと鬼人のように強いんで前作ね、ぜひ前作も相当面白いですから、一回ちょっとね、皆さんプレイしてみたらいいと思いますよ。値段もかなり今ね、安くなってると思う。さーて、どうだ。あーだ、一撃でヘッドショットしたつもりですけど、気持ちいいですね。エイムもね、これアイアンサイトだからちょっとエイムしにくいね。 これがいいね。サイトを使わずにこのまま打ってた方がね、エイムしやすいや。右腕が痛くなりそうだよね。だけどこれ左腕でさ、車輪を動かして、さあ弾薬をね回収しながら、あとヒットポイントね、救急箱、あと時々このアーマーも落ちてるんですよ。左がヒットポイントね、数字、右がねアーマーの数字です。まあアーマーも結局ヒットポイントの延長みたいなもんですよね。アーマーがなくなるとヒットポイントが減っていくっていう。今アーマーが26なんで、
どっかあんま落ちてないかな。来た来た来た。これ以上補充できない。あ、弾薬は315発もあるんだね。もういらないな。さあこっちかな。 OK、 よっしゃ。見てるのちょっと聞こえない、よくわかんない。頼むぜ。さあセーブが入りました。おおおおお、ベルトコンベアを逆対、え、そう、ベルトコンベアをいじられたのか。あー、やべやべやべ、車椅子、車椅子、車椅子、いていていて、いた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 、車椅子、車椅子、車椅子、まだ、わあ、よかった。しっかりしろ、PJ。痛みは無視だ。ベルトを反転させ、乗船場のエレベーターに向かえ。ベルトを反転させる。さて、ベルト反転まで、どこだそれ、ベルト反転させるとこってどこ。だからスイッチか何かがあるんだよね。これか。とりあえずこっち行ってみましょう。何かあるかね。木箱の中にアイテム入ってるんですよ。ほら、おお、いたいたいた、おお、こんな近くから。お前ら日本人か、特攻隊か。お、だけどさ、本当にね、第二次世界大戦、ナチスで、ねえ、ナチスとか日本が勝ってたらどうなってたんでしょうね。まあ、きっとね、このゲームに描かれているように、暗黒の時代になってたんですかね。日本とかどうなってたんだろう。まあ、軍国主義なんでしょうね、今でもきっと。こんな民主的で自由な世の中にはね、多分なってなかったんじゃないかな。北朝鮮のような感じになってたんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。はい、これでね、ベルトコンベアの向きを変えることができますね。ボタンボタン X ボタン。よし、ベルトが反転した。上に向かおう。ベルトコンベアはそこか。おお、さて、ここはなんだ。エレベーターを起動する。ミッション終了。もちろん起動しちゃい、おいおいおい、アーニャか。お久しぶり。
ブラスコビッチの恋人アーニャですね。彼女もレジスタンスの一人です。あなたのために祈ったわ。役立たずだ。バカ言わないで。さあ起こすわよ。え、妊娠してる？少し太ったか。セットは双子だなんて言うのよ。あ、妊娠したんだ。おめでとうございます。よかったね。こう南国の時代でもね、アートにしろ、生きて帰れば好きなだけちゃちゃできる。安らぎは必要だよね。すぐにここを出よう。甲板へ行く。甲板へとな。捕まってウィンヤム。甲板、甲板美味しいですよね。なんだこれ。どう見たってよ、1960年代の技術じゃねえだろ。いい腕だな、笑え。彼らもね、レジスタンスなんですよね。キャロライン。あ、キャロライン、まあ、彼女はね、レジスタンスのリーダー的な存在です。今ちょっとアーマーつけてるけどね。あらららら、so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, ja, muss mir gar. Das weißt du nicht. まあこいつもね、前作の前作から出てきているナチスのまあ幹部ですよね。ちょっとこの人猟奇的っていうかね、頭おかしいんですよ。なんか娘さんはいい人っぽいですね。母親のやり方についていけない。聞いているか？テロリストにして殺人犯、ウィリアム・ジョセフ・グラスコビッチ、テラービリーとも呼ぶわね。この船の他の乗員の命は助けてもいいわ。降伏するならね。ドアを開けておく。一人で来なさい。ブラスコビッチは行くんだよね。俺お呼びのようだ。行かないでウィリアム。人質がいる。船を取られたままでは撃つ手はない。彼に託すしかないだろう。あそこに上がったら何とかして U ボートを離脱させてくれ。死んでほしくない。まだダメよ、戦える状態じゃないわ。なんとかするさ。大変さん、はいっ。その車椅子で俺たちを引き殺そうってのか。すげえな。キャロライン、いい眺めね。組織の長が無様に這いつくばっている。ブラスコビッチ、目覚めたのね。この様だがな、助けに来た。大丈夫か、キャロライン。あの女に見つかった。私のせいよ、見つかってしまったの。これで全てが台無しだわ。キャロラインは下半身不随なんですよ。ウィリアム・ジョセフ・ブラスコビッチ、
den auf den Krüppel! このおばちゃん。お前は違う。お前を崇めるのは腐ったネズミのようなクズども。汚らしい血統にうごめくゴミどもよ。でもお前を見ればそれすら変わる。テレビで全世界にお前を晒してやる。みんな見てってね。ねえ、これが私たちの英雄。このゴム缶でしか用を出せない役立たずが。結構ひどいこと言うな。みんなお前の姿を知り心から幻滅するわ。ロスロス。嘘。え？何するの？服従しろ。五条団子。いやいや。レジスタンスが屈することはない。ちょっと。嘘。母ちゃん。あ、娘。Sekun. Sei still. Ich arbeite. Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch.Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie hast gesagt. Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Wow, もう典型的な毒親だね。Nein. うわひで。Mach schon.ダメ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 よ、やっちゃダメ。Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! とんでもないな、こいつ。絶対息の目止めてやるからな、この女。このおばちゃん。やめろやめろ。やめてくれ。ダメだ。ああ、よかった。そうだよ。ダメダメやっちゃダメ。この娘さんはいい人だね。人間性失ってない。対してこの母ちゃんはもうまさに悪の枢軸。絶対悪の象徴だね。体操サークルのリーダーにして犯罪集団の首謀者。諦めないでブラスコビッチ、このクズどもに屈しないで。キャロライン、君は黙ってろ。どうかしら、あんたは。ちょっと待て、やるのか。クズ以下の。うっ、うそ。あー、キャロライン、このクソババ、なんてこと。キャロラインが。見てよ、なんて面白い。ついさっきまで生きてたのに。ひどい。お前絶対敵取ってやるからな。うるせん。やめろ。Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen! Komm, du Goya! Dann leg die mal hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren.おなんてことすんの。ソディア、お友達だったわね。やめろ。彼はワイアットはね、さっき二択で助けた一人なんですよ。前作でね、僕は前作で彼を助けたんですね。あ、娘、お、ナイス娘。
そうか、アーマーをつければ。あるいは急げブラスコビッチ。ワイヤット頑張れ。逃げてく。おおおぶち切れたね娘。よし、ヒットポイントもなぜか満タンだ。アーマーも満タン。まだ耳はついてるよな。なんてこと、最悪だ。急いで。デュアル装備、何、二丁拳銃ができるわけね。母親みたいな殺人鬼じゃない。礼は言うよ。協力するわ。情報も提供できる。あれマジか。軍事秘密を、Uボートを解放する方法も教えられる。それにあそこに脱出ポットがあるの。開けるためのコードも知ってるわ。待て待て、本当か。どうやって Uボートを解放する。あのドアの先に制御ベイがあるの。そこで電磁トラクターアームをコントロールしてる。アームのスイッチを切ることができれば Uボートを解放できるわ。待て、あんたドアを開けられるのか。ええ。いやこの娘、いやありがとう。よしやってくるぜ。友人のことはごめんなさい。パワーアーマー、 はいはい。でもジャンプ空中にいるときに B でパワースラムか。要するに踏みつけるみたいな感じかな。あーなるほどね、踏みつけて穴を開けるというわけですね。わかりました。 A ボタンでジャンプ、空中にいるときに B ボタンで押しつぶすと。これで OK。 OK。 気をしっかり持てよワイヤット、頼りにしている。ワイヤット頼んだぞ。これはハッチを開けろ。これどうやって開けたらいいのかな。なるほど、あれか、これを使って。ハチェットの使い道は多い、ナチス相手にな。はい、これでこじ開けることができるわけですね。さあまたこのダクトをねくぐっていく。なんかアウトラストとかサイコブレイクでもね、なんかダクトをくぐっているような、まあ、こういうサバイバルゲーム、ダクトくぐる系多いっすね。あーテイクダウン、チュートリアルにテイクダウンって出てたからテイクダウンすればよかったね。ストレス、これね一応ストレスじゃない、ステルスプレイもできるんですよね。結構ねステルスプレイをしなければ大変になるシチュエーションもあるはずです。前作はそうだったからね。ん？これどうやっていけばいい？飛び降りたら死ぬような。ん？あ、これはしごだ。キャロライン、聞こえるか。これをやり遂げるまでどうかみんなを守ってくれ。キャロライン、前作をプレイした人にとってはね、キャロラインの死はちょっとショック大きいですよね。まだごめんなさい、ちょっとね操作がおぼつかなくてね。武器の交換とかもちょっといまいちよくわからないんだよね。まあわからないわけじゃないんだけど、ちょっとめんどくさくないこれ。武器の交換、司令官出た、司令官ね。信号検出、これ2人司令官がいるって意味なんですよ。で方向も指し示してるね。1人は11メートル先にいて、もう1人は26メートル先にいる。
で見つかっちゃうと警報が鳴ってね、増援部隊が呼ばれるんですよ。だからステルスプレーが要求される。教科書通りのやり方で。あ、こいつそうだね。まず指揮官を叩く。ヘッドショット。え、あれバレちゃった。これサイレンサーピストルじゃないの？銃使ったらダメなのかな。うわー、ちょっと厄介なことになりましたよこれ。増援部隊が今から押し寄せてくるから、ちょっとした戦闘になりますな。さあ、いっぱいいるね。 OK。 ここ結構いいね。ここから狙い撃ちしていけば。なかなか硬いなみんな。結構いるな。あれ、もう一人司令官は死んじゃってるから、もうこれで一応司令官はもうやっつけたことになったのね。全員やっつけたかな。あ、まだいるまだいるまだいる。おーおーおー、まだいるよ。どこにいる。あー、いたいたいた。これが司令官ね。エニグマコードいただいておきましょう。はい、さて出口はどこだ。ここか。ここは何？ハンドグレネード。こっから行きそうだね。ん？これか。武器庫のドアを開ける。グレネードでタンクを破壊しろ。さっきグレネード拾ったからね。タンクはあれか。あのタンクは爆発しそうだ。この機械は関係ない。よし、じゃあグレちゃんでグレポンいきますかね。これでいいのかな。 OK。 なんとか出口ができたな。さあ、アーマーも落ちてるし。拳銃だとこれ連射がすごいね。おお、でも弾の消費もすごいね。まあ弾はたくさん落ちてるね。うわグレネードを投げてきやがった。うわこいつら。まあアーマー来てるからね。一応このアーマーの存在が重傷を負ってるブラスコビッチでも戦えるという整合性につながってるわけで。まあね、小説書いてる人間としてはね、こういうのが結構気になるんですよね。
なんで大怪我してるのにそんな動けるんだっていうね、そこをどうクリアするかっていうことで、いわゆるこういうね超科学的なアーマーの存在によってこれはクリアしているというわけですね。おお、結構いるな。おい、ヒトラーはどうなったんだろうね、この世界で。戦争が、本来の戦争が終わって15年ぐらい経ってるという設定か。まだヒトラーは生きてるよね。当たらない、痛い痛い。なかなかエイムがクソすぎて、上手い人だったら一瞬なんだろうけどね。あー、もう弾がほとんどないじゃん。やばいやばい、弾がない。当たらない。今ので前進だかな。この先から行けるね。あ、もう外だこれ。わ、外通路。うわわ、いる敵が。これが制御ベイか。あー、これでね、切り離せるわけですね。メキショーズ、メキショーズ、メキショーズ、見ろー、すげー、何かに使われ、死にたくなければ話すなよ。ボンバティ、起きろマックス。それでこうやるんだ。マックス、マックス、やったわね。ほら急いで、すぐに潜水するわよ。ミスター・ブラスコビッチ、大したものだ。やったぞ、よくやった。というわけでね、今回はここまでにしておきましょう。 To be continue。 もう少しだけお前のスーツを。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。